伊藤博識はラジコンヘリコプターのパイロット。7歳よりラジコンヘリコプターを始める。2001年度 F3C 日本選手権に初出場。毎年 F3C 日本選手権に出場。2005年度 F3C 日本選手権で初優勝後、2013年まで連続して優勝。また、2年に一度実施される F3C 世界選手権においては、 2005年度スペインで史上最年少で優勝。その後2007年ポーランド、2009年アメリカ、2011年イタリアで優勝し、史上初の4連覇となった。2013年7月19日から28日にかけてポーランドで開催された F3C 世界選手権では惜しくも2位となり、連覇がストップした。2013年10月、 前述の F3C 世界選手権4連覇の記録がギネス世界記録として認定された。3D フライトに活躍の場を広げ、世界各国で行われる大会にも積極的に参戦。現在は日本遠隔制御株式会社の専属パイロットとして活躍中。2012年から2016年日本遠隔制御株式会社の専属パイロットとなる2017年 ツイタリアラジコンヘリ機器メーカー、サブ専属パイロットとなる2018年現在、プローダーニー専属パイロットとなる2015年7月、F3C 世界選手権、優勝2017年7月 F3C 世界選手権、第2位2019年8月 F3C 世界選手権優勝チームジャパンも、団体で優勝2019年11月 F3C 日本、 選手権優勝国内選手権においては、現在14連覇中。ありがとうございます。